第7回目のフィンガーピッキングアカデミー、今回のテーマはミュートについてです。右手のミュートに焦点を当てて解説します。通常のピッキングとミュートの音色を使い分けることで表情豊かなソロギターを目指しましょう。まずは単音のミュートです。サドルの上に手を置いて弦に軽く触れます。そのままピッキングすると柔らかい音色に変化します。 1,2 弦は人差し指、3から5弦は親指でピッキングします。次に低音源だけをミュートしながら、高音源は通常の音でアルペジオします。 5,6 弦のサドルの上に手を置いて、1から4弦は手が触れないように気をつけましょう。すべての弦をミュートし、親指で低音、人差し指で高音弦をピッキングします。右手のピッキングが難しくなりますが、弾きやすい角度を探してみてください。それでは課題曲の風の通り道を弾いてみましょう。前半は全体をミュートして弾き、後半から低音源だけのミュートに変わります。ミュートの加減を調整して、メロディーと低音のバランスが綺麗に聞こえるように演奏しましょう。また長い時間ミュートを続けていると右手が痛くなったり違和感を感じるかもしれません。そんな時は無理せず手を休めながらトライしてください。